にちは、速稼塾の久保です。なんとね、私のライト2000がトラブっちゃいましたよ。なんかアクセルが急にね、踏んでも進まなくなっちゃったんですよ。困ったもんですね。まあ、こういう時、車の知識全くないですから、こうやってね、ボンネットを開けて温度が上がらないようにするぐらいしか私はね、できないんですけども、いやいや、意気揚々と出かけようと思ったらこのありさまですよ。ボンネット開いてアクセルとエンジンをつなぐワイヤーが緩んでんじゃないかなとか、ペダルが外れてんじゃないかなっていうね、アドバイスがあったんでやってみたんですけども、そうでもないと。となるとですね、これはね、多分アクセルなんではないかなと。アクセルペダルが何かのトラブルで、アクセルペダルね、ちょっと遠いですけど見えますかね。見えない。ほら、あそこにあるアクセルペダルが外れてるでしょ。ここにちょっと問題があるんではないかなという風になってます。いずれにしても素手なんで、今素手ですんでね、修理ができませんから、レッカーがもう10分20分したら来てくれて、で、まあ一応自宅近いんでね、自宅にまず収めて、今日の用事を済まして夕方あたりからちょっとね、メンテナンスを、この車の知識ゼロのタイヤ交換もしたことがない私がですね、一つ一つナイト2000でいろいろ覚えていこうかなと思いますね。いやー、困りましたね。じゃあレッカー来るまでもうちょっと待っときます。いやー、参りました。ナイト初大トラブル、アクセル動かずの巻きでございました。一応レッカーでですね、運んでいただいて自宅の駐車場に入れることがこれでできそうですけども、暑い、この猛暑の中ですね。いや、もうね、だいぶ痩せました、おかげさまで。で、心配して電話くださった方、本当ありがとうございます。電話ありがたかったんですけども、全然対応できませんでした。一つずつね、いろいろと覚えていこうかと思います。おっと、クリープは効くんですよ。やらせてくださいね。おっと、はい、あ、ぶつかったかな。よし、はい、皆さんありがとうございます。原因として考えられるのは、このペダルのね、接触が悪いのかなっていうところがあるんですよ。ここね、基板を踏むような形ですからね。動画をご覧ください。で、これエンジンルームなんですけども、ペダルと連結してるところがね、リンケージっていうらしいんですけども、教えてくださった方ありがとうございます。はい、今回ですね、ナイト2000のトラブルに対しまして、もうリアルタイムでね、すごく連絡をいただいた方がいらっしゃいまして、まあ、お一人お一人情報発信されてない方もいるんで、ちょっとお名前は差し控えさせていただきますけども、ね、最後ね、リンケージってところにアドバイスいただいた方が、なんとね、トランザムの情報発信をされているのジミーズガレージのジミーさんなんですよね。まさか僕の動画なんて見てるのと思って、すごく恐縮でございます。本当にありがとうございます。で、その他ですね、本当に今日ももう午前中からずっと私にすごくアドバイスしてくださったりとか、いつもいつも支えてくださってるね、静岡県の同じナイトオーナーの方、それからですね、まあ当然天腕さんの今井社長ですね、今井社長も本当にありがとうございます。なんとかね、私こういう経験を一つ一つ積み重ねて、自分でできる
自分でナイトをいじれる、まあ、そして自分で車をいじれるようなね、そんな50代を目指して46歳を過ごしていこうかと思います。なんか本当になんかトラブったことによって多くの人とのご縁が強まったなと思って、なんかトラブルありがとうみたいな感じですよね。キットがねへそ曲げてちょっとね調子悪くしたんで、より多くの方となんか何ですかねご縁いただけて、まあ本当になんか感謝でございます。皆さんにね、ご迷惑ならないようにこれからもしっかりと YouTube の方を作らせていただきます。その他ね皆さんのところに挨拶にご挨拶に伺いたいと思いますんで、本当にもうなんか言うことがめちゃくちゃになりましたけども、ありがとうございました。